ニー一、仕事だ。メイラムグループから依頼が入っている。独立傭兵レイブン、これはメイラム同盟企業ダーフォンによる依頼だ。我が方はこの度ルビコン解放戦線に対して武力制裁を加えることを決定した。目標は連中の補給物資を搭載した輸送ヘリ数機、これを撃破する。ゲリラ部隊による抵抗が予想されるが、所詮はボース社の量産 MT、 その寄せ集めに過ぎん。独立傭兵レイブン、前回の働きで貴様は一定の実力を示した。用いるに足る傭兵であることを再び示してみせろ。システム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ルビコン解放戦線の輸送ヘリを破壊しろ。
システム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ルビコン解放戦線の輸送ヘリを破壊しろ。敵襲、企業の傭兵だ。迎撃しろ。補給物資に使えませんな。相手が AC では分が悪い。臆するな。我々はコーラルと共にある。ボースの4脚タイプが混ざっているな。これまでの MT と性能が違う。無理に相手をする必要はない。
では分が悪い。